いやつっちょ。え、強すぎ。は、こんなん飛び道具なくてもビップいけるやん。は、というわけで飛び道具を制限しつつビップ目指していきましょう。マジでやるのか。正直体術もあれだけ強けりゃ楽勝なんじゃないかな。まあ確かに DA でシャトルランしてるスネークがビップにもいるしな。ってことで私もその一員になりたいと思います。まあ、いいんじゃないか。あ、ちなみに縛る技はこの3つです。おっと、下 D はいいのか。あれは飛び道具じゃなくて設置技な気がするから個人的にはセーフです。いやこの説明見る限り C4 は飛び道具だと思うんだが。はいはい、上 D は飛び道具だとかも言われるのは分かってたけど、この動画は全て私がルールです。おい、まあまあ、スネークの代名詞手榴弾を使わないだけで基本体術だけになるだろうから許してくれや。 C4 あったからって C4 メインの立ち回りにはならんだろうし。か、うんうん、ってことでスネークを解説したいんだけど何も考えてないから解説できん。DA で適当に差し込んでダーキャンクーした質上上でバーストするゲームなんだよね。手榴弾ないと知性のあるプレイができないというわけか。まあもともと知性なんてあったもんじゃないけど。知ってた。これで当たるだけでもバーストされるな。こっちも上上でバーストだけどな。この人はめっちゃ飛んでるから空への差し込み狙ってそう。ってことで対空上上当てようね。はい、空前に当たりました。飛んでないしポカポカ増えたし、オケオケ。しかも相手の復帰ミスを誘う高騰テクね。嘘つくな。スネークで先行すると永遠にリードされるっていうけど、手榴弾ないからそんなことなさそうだね。それがなくてもビップいけるぜってのを証明する動画だからな。あ、言い忘れてたけど今の戦闘力は650万くらいだけど割と勝ったり負けたりしてます。ビップの数十万前で負けてると結構不安だぜ。いつもやってるルーレットビップは何倍も負けまくってるから余裕よ。裏事情やめろ。なんだかんだ順調にダメージ稼げてきてるね。剣は一回触ればバーストだけど触るのが簡単ってわけじゃないしな。あーなるほどね。甘えた DA 差し込みに上上当ててバーストを。おお、2ストック先行していく。ヒキリクーだから自滅するのやめろ。マジで顔から火が出そう。まあ1ストック丸々有利だから切り替えてこうぜ。めっちゃダサかったが。やめてガチでヤバいかもしれん。なんでこんなに追いつかれてるんだ。剣に負けたらマジでメンタルブレイクされちゃうからヤバい。下強とか歩服で慎重に立ち回りたいけど下強があるからそれもできんし。最悪復帰ミスしないことだけ意識するしかないな。意識の低さ全一やんけ。まあいつの間にかパーセント差あるし事故らなければいけるぜ。対戦相手が剣じゃなければね。はい、そろそろヤバいです。こっちも上強でバーストできるが相手の技何当たってもバーストだな。とりあえず脳死で上強こするか。危なすぎる。その場回避が最強すぎて助かったからの脳死上強で体ありでした。マジで上強強いな。割とギリギリだったけどやっぱり強いぞ体術スネーク。ビップまでならなんとかいけそうだな。対戦相手はリンクだね。これは手榴弾ないと結構ヤバそうなカードだな。DA の無敵で飛び道具に突っ込めば意外といけそう。それ以前に相手から詰めてきてくれてるな。こっちが手榴弾使わないなんて思ってもないからかな。用紙を故郷で追い出して。回避を見抜けよ。うおーやるじゃん。まあ適当に当たればラッキーで振っただけだけど。は？まあまあ、うまく噛み合ってストック有利美味しいね。後付けで適当にこの試合始まる前から読んでたとか言えばいいのに。いやそれはもはや余地だろ。調子乗って C4 張りに行ったら死んだわ。早くて飛ぶ暴れあるキャラにそれはねえよ。スネーク使ってるとちょっと遊びたくなるんよね。わかる人いない？いろんなことができて楽しいからわからんでもないが、それは飛び道具使える時にでもやろうな。はい、ところでもう上強当てたらバーストできそうだね。この下投げからの展開でいけるか？まあそんなこともある。多少の心理戦があるじゃんけんだからしゃあない。横強もオピーかかりすぎて飛ばないし、空後復帰阻止もダメか。なんかバナンダし流れ悪いな。上強がヤバすぎるだけで他の技がめっちゃ飛ぶってわけじゃないからな。あ、相手急降下で落ちちゃった。これでまたストック無理か。今更だけどこれカットしまくってるの不正疑われそうなんて。概要欄に証拠として覚えてれば配信のアーカイブ貼っておきます。絶対忘れるなよ。まあ数時間後の私を信じてくれ。てか近い近い。横強2連発やめろ。発生も早いし威力も高いし仕方ないね。あ、空母当たった強すぎ。回避出て爆弾復帰も間に合わなそうだし勝ちだな。よし、順調に戦闘力上がってきていい感じ。そろそろビップだな。ちょっとこの試合は画質悪いけど許してね。なんかやけに剣が多いな。マジで格ゲーのキャラ壊されるから心臓に悪い。しかも手榴弾ないから近接挑まないといけないとかいう地獄で笑う。体術強いとか言ってるけどさすがに剣に勝てるわけないんだよな。剣より近接強くて飛び道具もバカ強いとか暴動起きるからな。とりあえず対剣メンタル的にきついです。助けて。はい、寿命だからまあ仕方ないぜ。こっちはまだバーストできそうにないしまずいかも。復帰阻止を決めればワンチャン。体験はそれが鍵になりそうだしね。まあに聞いたがないからそれなりにリスクもあるんだけど。まあた飛び道具ないことから来る弊害か。飛び道具なくてもビップに行けるかって言ったらいけるだろうけど、飛び道具使えば100倍楽になるねこれ。今のジャスが上上うまい。
あ、復帰阻止してないけど復帰ミスで勝ちだな。これでもうビップになるかな。戦闘力的にはもういい頃だよな。さあどうなるかな。よっしゃースネーク飛び道具なしでビップになったぞ。最初めっちゃ楽と思ってたが意外と時間かかったな。ってことで検証してみた結果は飛び道具なくてもビップいけるってことですね。それじゃあ次回の動画まで、さようなら。